山本流はこの前橋をどうに変えるか。気配りによって前橋は変わるんだ。前橋に子供が戻れる町に変えられる。そう皆さんに山本流は訴えています。前橋の子供たちがみんな東京に出ている。なぜでしょう。前橋に真っ当な仕事がないからです。前橋に仕事がない、だからこのふるさとを捨てて出て行ってしまう。前橋で育った子供がこの町で真っ当な仕事、真っ当な仕事というのは750円の時給の仕事のことじゃないですよ。そんなワーキングプア、あるいは非正規労働の仕事じゃない。真っ当な仕事というのは厚生年金がついて、そして雇用保険がついている正社員のことです。そういう仕事があれば子供が戻ってくるんです。この町に昔この天川大島木工団地3000人の家具職人が働いていた。ダイハツ、日本ビクター、東芝、1万人の人たちの雇用がここから消えた。だから前橋は先出ているんです。雇用を作って子供をこの前橋に戻す。きちんとした仕事をどうやって作っていくのか、その経済成長戦略こそ今この前橋のリーダーに最も必要なことなんです。雇用創造、雇用を生み出す、作り出す、それが山本龍が皆さんに訴えている前橋の市長の一番最低限のリーダーシップです。山本龍はどうやってじゃあ仕事を作るのか、そのキーワードが気遣いです。気遣い。こうやってこの街道から通りを見渡しましょう。目の前に見えているのはリフォームの中山さん。このリフォームについて申し上げましょう。リフォームの補助事業を作る。それによってリフォームという新しい需要を生み出していく。前橋市は2世帯住宅、バリアフリー住宅、そして省エネ住宅を市民が改装し市内業者に受け負わせる場合、100万円まで、ありがとうございます、100万円までリフォームの補助を創設します。となればどうなります。町の中の小さな一人親方の大工さん、電気屋さん、あるいはガラス屋さん、そしてお風呂やガス屋、新しいリフォームという需要が生まれ、そして仕事が生まれている。これが山本流における前橋という町で補助事業を一つの景気づけにして新しい需要を生み出していくという山本流の景気対策です。リフォームもそうでしょう。あるいは太陽光発電、あるいは町の小さな公園に太陽光発電を作る。その載せる課題には町の鉄工所にお世話になる、そして町の小さな電気屋さんに設置をしてもらう。小さな暮らし、小さな商売、ここに市役所が気配りをしていくということが一番大事な景気対策です。何でもかんでも大きな東京の会社に全部発注すればいい、それではいけない。どうもお会さん、すいません、それではいけない。小さな手間だけれども小さな商売に気配りをして仕事を生み出していくことです。市役所の職員は一手間かかる。でもこの一手間を、この一手間を怠っているからこそ前橋という市内に予算というお金が回っていかないんです。山本流は手間をかける、手塩をかけるってよく言うじゃない。前橋の小さな中小企業、零細企業を手塩をかけて、手間をかけて育てていくんです。それによって何が起こるか。賑やかになった大工さんが若い職人を一人雇おう。
忙しくなった電気屋さんが中高年の人材電気技術者を一人採用しよう、そうやって前橋が雇用を生み出しているんです。